はいどうも、Gボーイズです。はい、ということでですね、本日は明治安田生命 J1 リーグ湘南ベルマーレ VS 柏レイソルのね、試合の方をね、今日はやっていきたいんですが、この試合なんとですね、なかなか J リーグでまあ起こらないとは言ってもね、最近はちょっとアディショナルなんかのね、まあ時間がまあ長くなってきてるんですが、それでも長い9分間にね、なってしまったということでね、これは一体どういうことなのかということでですね、今日はこちらの試合の方をやっていくんですが、僕はエスパルスサポーターでして、まあ、Gリーグとか、エスパルスのね、動画をまあ、たくさん、配信しておりますので、皆さんもぜひですね、チャンネル登録して、僕の仲間となって、ぜひぜひね、この YouTube から、Gリーグ、それからね、サッカーというものをね、どんどん盛り上げていきましょう。はい、ということでですね、ぜひぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、試合の方をやっていきたいんですが、今回の試合はですね、湘南ベルマーレさんのね、ホームスタジアムで、まあ試合が行われたということでね、当日は雨が降っていたということでですね、スタジアムで観戦した、湘南ベルマーレサポーターの方、それから柏レイソルのね、サポーターの方はね、もうぜひぜひね、風邪などひかないようにね、気をつけていただきたいんですが、まずはね、本当に観戦の方お疲れ様でした。はい、ということでですね、試合の方がですね、キックオフしてから、まあ前半はね、湘南ベルマーレのペースだったかなっていう印象なんですよね。まあかなり前がかりにね、試合立ち上がりから入っていって、まあかなりサイド攻撃をね、していたと思うんですが、特に左サイドの部分ですよね。左サイドを中心に攻めていたかなっていう感じだったんですよね。はい、ということでですね、前半17分、いよいよ、試合の方がね、動き出します。左サイドからね、低めのクロス、まあかなり速い弾道で入ってきたボールを、牧野選手がね、合わせてゴールということなんですが、ここもね、ちょっとまあディフェンスがね、予想していなかったかなり低めの速い弾道で入ってきたというところで、まあ勝負ありだったかなというところと、牧野選手もね、しっかりと合わせて、まあボールをね、高く上げることもなく、きっちり決めれて、今季3点目ということでね、ここは素晴らしいゴールだったと思いましたね。ということですね、後半はね、今度は、変わって、レイソルがね、立ち上がりからかなり攻めていたかなっていう印象だったんですよね。そして、47分にですね、レイソルのシュートを、ブロックに行った、湘南のね、選手が、まあ、ハンドというね、判定になったんですよね。ここはまあ、VAR とかでなく、レフェリーの、まあ、判断で、ハンドということだったんですが、まあ、ちょっとね、手が上がってしまったというか、体から少し離れてしまったということでね、まあ、ここは、ハンドということで、PK のね、判定になったんですよね。そしてですね、この PK を、レイソルの、ペドロ・ハウル選手がですね、しっかりと決めて、来日初ゴールということでね、この試合を通してなんですけど、僕は単純に思ったことは、ペドロ・ハウル選手すごすぎだろうっていうことをね、まず一つ思ったんですよね。はい、ということでですね、1対1に追いつかれた湘南なんですが、56分には、相手陣内のね、かなり深い位置から、ロングスローですよね。で、ロングスローを、入れていって、そこにね、タリク選手が、押し込んで、逆転ゴールかと思われたんですが、ここでまあ VAR 判定ということに、ね、なったんですよね。ここのシーンはですね、かなり際どいシーンだったんですが、ハンドの規定がね、変わってしっかりとまあ明文化された後での、まあこの判定だったということでね、まあちょっとね、僕もまだ完全にはね、網羅してないんですよね。脇の下からがなんちゃらとか、まあそのボールにまあ恋で当たっていても、恋で当たっていなかったとしても、まあその当たった選手自体が、そのままシュートを打ってゴールになった場合は、ハンドの判定になってしまうとかね、ちょっとここね、まだ、全て把握しきれていないので、まあ、難しい場面ではあったんですが、まあ、もちろんレフェリーの方は完全にね、頭に入っているので、ここはね、まあ、ノーゴールという判定になってしまったんですよね。で、湘南の方はね、まあ、一度ゴールネットは揺れてますから、サポーターもね、選手も含め、あ、逆転だって喜んだところでね、まあ、ちょっとガクンとね、なってしまって、まあ、VR 判定でね、ノーゴールになってしまうと、その後のね、試合の進め方っていうかね、一旦落ち着けっていうね、ここはちょっとね、難しくなってくる部分ではあるんですよね。
そしてね、77分ですね、ハーフウェイライン付近からですね、フリーキック、まあ、セットプレーだったんですが、そこからかなりハイボールをね、入れてきたボールをウェリントン選手がね、しっかりと頭で合わせてゴールということで、ね、ここで本当に正真正銘、逆転するということなんですよね。あのボールもかなり高く上がったボールね、打点の高さがまずウェリントン選手すごいんですよね。そしてもう体のね、もうバネというバネを使って思いっきりこうね、打っていくということでね、本当にあれヘッドかというぐらいね、インステップで振り抜いたんじゃないかというぐらいの威力でね、まあゴールネットを突き刺したということで、ここで、ようやく2対1のね、逆転とね、なるわけなんです。そして83分にはですね、町野選手がですね、後方から、素晴らしいボールね、ちょっと浮き球になったボールをね、胸で収めて、トラップしてそのまま、左足をね、振り抜いてのゴールということだったんですが、またしても、ここで VAR 判定ということになってしまったんですよね。そして、まあ、結果から言いますと、まあ、ノーゴールということになったということなんですよね。そしてね、VAR 判定とか、いろいろありまして、まあ、時間がね、結構、失われていたということで、アディショナルタイムがなんとですね、9分ということになったんですね。そしてね、この時点で、2対1で負けている、柏レイソルはですね、ここからもう猛攻を仕掛けるわけですね。そして92分ですね、柏レイソル三原選手のね、クロスを、ヘッドで落とし、滑り込みながらも最後の最後に足を出し、折り返したところに大南選手が押し込んでの同点弾ということですね。もうここはねですね、僕はもうちょっと震えましたね。うわ、すっげえ追いついたって、ベルマーレの方からすれば追いつかれてしまったということなんですが、もう一 J リーグ大好き人間からすると、この状況で追いつくっていうレイソルの諦めない気持ちっていうのもすっごいなと思ってね、ここはちょっとね、興奮しましたね。はい、そしてですね、99分ですね、もういつ笛が吹かれてもおかしくない状況という中でね、柏レイソルのゴールキーパー佐々木選手のね、もう高く上げたハイボール、とにかくもうゴールにつなげてくれというね、祈りのこもったボールに、ベノアハール選手がですね、これまた高い打点でヘッドで落としたところに、クリスティアーノ選手がね、詰めていたというところで、ゴールキーパーとポストのね、ニアサイドを狙ってしっかりと決め込んでいって逆転に成功ということですね。ここはもう文句なしの逆転弾ということで、ゴールキーパー佐々木選手からのね、パワープレイがしっかりと成功したというところでですね、これもすごかったですね。もう、まさか、もうね、最後の最後で決まるとは思っていなかったんで、あそこの部分でクリスティアーノ選手をね、折り返すと思ったんですよね。で、まあ、湘南のね、ゴールキーパーもそう思ったと思うんです。ですから、ポストとね、キーパーの距離が空いていたというところで、そこをね、逃さず決めてくる。そして、あそこをしっかりとピンポイントで狙える技術がある。ここがもう素晴らしいね、プレイだったと思いましたね。そしてですね、その2分後、101分には、柏レイソルのですね、ペドロ・ハウル選手がね、ダメ押しの4点目。ペドロ・ハウル選手からすれば、本日2点目ということでですね、この時点で、2対4で、まあ、このまま、試合が終了ということだったんですよね。はい、ということでですね、この試合を見ての、僕のね、もう本当率直な感想はですね、いろんなことがね、積み重なってしまったかなっていう試合だったかなと思うんですよね。で、オフサイドにしても、ハンドのね、まあ、際どいシーンなんかにしても、こういったことって、試合の中で結構連鎖することって、サッカーってよくあるんですよね。PK を一旦与えてしまうと、その後ですね、まあ、PK で返されることが多いとか、いろいろね、連鎖してしまうことってあるんですよね。まあ、こういうことって、試合のね、まあ、流れとか、そういうものがあるんでね。で、この試合、まあ、レフェリーの方はね、特に間違った判断っていうのはね、まあ、なかったと、まあ、僕は思うんで、本当にね、まあ、試合が終わった後も、選手同士別に、揉めるっていうこともね、なくっていう感じで、まあ、ただね、湘南の選手たちが、まあ、がっくり肩を落としてね、まあ、本当にちょっと涙ぐんでる選手なんかもいて、ちょっとこう、胸がこう、熱くなってしまうっていうね、ことはあったんですが、こういう試合を経験すると、湘南ベルマーレもそうなんですが、まあ、柏レイソルにしてもそうなんですが、選手もサポーターもまた一つで強くなると思うんですよ。まあ、一サッカー好きのね、Jリーグ命の、この、僕からすれば本当に素晴らしい試合をね、見せてもらったとね、思っています。それからですね、もう一つ思ったのがですね、まあ、ダゾーンの放送の中の最後の方でね、
言っていたことなんですが、まあ、会場で VR の様子を流すっていうのはね、これ結構僕、あ、確かにそうだよなって、ありだなって思ったんですよね。いろんなね、J リーグの他のスタジアムとか行くと、試合を結構流してるとかあるじゃないですか。で、まあ、ちょっとピッチが遠かったりすると、その画面を見たりしてるんですが、そういったね、際どいシーンの、まあ、スロー再生なんかになると、そこで、ピタッとね、映像を切られちゃうことあるんですよね。あれ、なんでかなって思うんですよね。そこで、まあ、サポーターに、こう、いやいや言わせないためかなとも思うんですが、まあ、そうやって、まあ、VR をね、しっかりと、まあ、会場で流すことによって、まあ、選手も、まあ、見て納得できますし、サポーターも見て納得できるっていう感じがするんで、ここって、まあ、それあってもいいのかなって、まあ、僕は思いました。そんなありじゃないかと思う方はですね、ぜひぜひコメント欄の方でね、何かコメントいただけると嬉しいです。はい、ということでですね、本日は、湘南ベルマーレ VS、柏レイソルのね、試合の方をやってきたんですが、いかがでしたでしょうか。少しでもですね、面白かったよっていう方は、高評価ボタンと、チャンネル登録の方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。